チェルベナースからマルゲツァ2線は、スロバキア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は173。1933年から1936年にかけて開業した。マルゲツァニのアーレプコボ間に2時間に1本運行される。うちに往復がドブシンスカー氷結まで延長運行されるほか、平日のみ追加で1往復が無人機、または、 ドブシンスカー氷結まで運行される。ドブシンスカー氷結、チェルベナースカラカンには運行されていない。マルゲツァニで180号線、個室へ方面普通に接続する。以下では、スロバキア国鉄173号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。 http://www.zeleznicne.info-view.php コロンススララッッシシュュスラッシラチボクランクイコールトロットマイナス -173 チェアビナスカーラテルガートネラップコーボマージキニーシスラクランクイコール20億709万19 http://www.zsrsk スロベンスキ シスタブにポリアドック -2014 から 2015HTML ページ ID=3404 イコールありがとうございます。